物は？全部食べれないかも、これ。
もこれでいけるんじゃない、これ、うん、そうしようか、いけそうだよね。これはやっぱり1個だけなんだね、聞いたことのないメーカーの。一番満点かな。じゃしょうがねえな、うん、このもいいよ、このぐらい。お邪魔しました。はい、ありがとうございました。はい、眩しい、うん、眩しい、めっちゃ眩しい。なんか入れとこうか、こっちに。はい、そこでもいい。3分ちょうどこういう光線がこういうこうなる。あ、3分だね。うん、かかったっていいよ。動きがいいからさ、釣り釣れんは関係なく楽しスポーツを楽しむ感じだよね。そうそう、雨の日は釣り具屋に行ってさ、うん、うろうろしてるだけで気晴らしになると思うんだよね、うん、
たちがスキーとかにやってた時に、うん、スポーツ用品店行って、うん、道具を見るだけで楽しい。そうそう、行ったつもりになっちゃう、うん、まだ早そう、ちょうどいい。3分経ってからっていうよりも2分半ぐらいで待ってた方が、うん、のぶちゃんもね、そうだね、まだラーメンはいいけど焼きそばやるんだってさ、テトリとかしてる間にね、 その間にね時間が経っちゃう、うん、食べれるか、なんとか食べれる。散歩とかできて、うん、今日天気いいもんね、うん、こんな風に家にいるとちょっと余分な暖房使っちゃうしね、うんうん、スーパーカップみたいな大きさだね、これ。うん、大きいね。メーカーが違うだけだね。これも大きいよ。
スープが飲めない感じない？うん。ニンニクが入ってるんだね。そのごまとニンニクって書いてある。ニンニク風味。